こで差がつきますので、しっかり皆さんを踊るようにしていきましょう。では行きます。12年から見てくださいですね。溶けてる物質は溶質、まあ、そのままですね、溶けてる物質なんで溶質なんです。はい、2番の2できた人、2番の2 20% できた人、素晴らしいね。はいはい。出場パーセント濃度はまず足して、しかもこのグラム数も覚えとったらいいですよ。このグラム数も覚えとったらいい。足して溶液全体の質量にしてですね、足して溶液全体の質量にして、まああの問題集とかは溶媒プラス溶質分の溶質の質量かけ100とか書いちゃうけど、めっちゃめんどくさいよね。とにかく全体足して全体の中に何グラム溶けてるかということでいいわけですですね。これ約分して5分の1で、この数字からして本当に何ですかね、しょっちゅう出るんでですね、しょっちゅう出ますんで。はい、あとは溶液は、中に溶けたら分子というのはきれいに散らばったままずっと動きますのでですね、散らばったまま動き続けてるというのが正解になりますよね。いいですかね。はい、じゃあその次ですね、質量保存の法則もいいと思います。質量保存の法則ね。はい、これもできたでしょ。質量保存の法則できましたね。はい、その次です。質量保存の法則が成り立つのは、そこちょっとマーカーで塗ってください。2番は赤、正解でしたね。原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらない。特に原子の種類と数は変わらないということをマーカーで塗ってくださいですね。例えばちょっと分かりやすい例で言うと、酸化銅が還元できました。酸化銅ね、はい、酸化銅、2倍の酸化銅 COD、 炭素がくっついてきました。これが化学反応前ですね。で、化学反応の後はこっちに持ってくるしかないか。結局こうなるだけなんですね。 2Cu プラス CO2、 こうなるだけなんですね。これで質量、重さが変わるわけがないよね。結局、積み木ブロックみたいなやつをこう持ってきちゃって、全部5個しかないわけでしょ。 C が2個、O が2個、C が1個で、これを組み合わせを変えるわけでしょ。バラバラにしてこれをくっつけてとか。化学反応の前と後とでは原子の種類と数は変わらない。だから重さも変わらないはずですよ、ということですね。そういうことでしょ。質量保存されるね、ということです。はい、じゃあその次ですね。炭酸ナトリウムに、薄い塩酸を加えるということですね。だから塩化カルシウム水と代わりに炭酸水素ナトリウムを用いた後、ですね、だから結局は炭酸水素ナトリウムに薄い塩酸なわけですね。はい、そしたら二酸化炭素が発生しますですね。だ、発生したら当然反応した後の方が質量は小さくなりますよってことですね。質量は小さくなりますよってことです。いいですか。結局薄い塩酸と炭酸水素ナトリウムというのをマーカーで塗ってください。薄い塩酸と炭酸水素ナトリウムをマーカーで塗ってください。はい、そしたら二酸化炭素が発生します。
で、反応前は、反応前より反応後の方が発生した二酸化炭素が逃げていきますので、ですね。いいですか？はい、小さくなります。前の方が X より小さくなる。では、酸化銀の分解の化学反応式を書いてください、どうぞ。酸化銀の分解の化学反応式を書いてください。酸化銀の分解の化学反応式を書いてみてください。書けますか？忘れてないですか？はい、書けた人。書けましたか？はい。間違えた人を3回出しで書きましょう。もうこれも受験生としては常識中の常識ですからね。書けては当たり前ですからね。書けて当たり前。はい、ということです。本当ですね。あとは、で、試験管の中に残って、こいつ黒やもんね、もともと黒。で、分解したら白になるよね。で、これを、こすると光ったりとか、電流流したら流れる。つまり金属の性質ですよっていうことがわかります。ね。はい。ということでした。で、こっち側は別にこすっても光らないし、もともと黒いですからね。これで、燃料を通そうとしても流れませんということで、反応した後が金属になるので、物質 P の方ですよ、 P が正解ですよということでした。はい、あとは分解ですね。これを分解と言いました。はい、2013年見てください。2013年です。今から言うとこマーカーで塗ってください。性質を示す最初の粒子、はい、そのマーカーで見てください。特に性質を示すっていうのは大事です。性質を示す。例えば、火の効いた、マッチを近づけると、ポッと音を立てて燃えるとかね。ですね。それとか、火の付いた線香を入れると、炎を上げて燃えるとかね。例えば、原子、水素原子はそういう性質を示さないんですよ。水素分子になって初めて火のついた松を近づけたボートを叩くともいい。そういう性質を示すのは分子ですよということですね。性質を示すのは分子です。いいですか？はい。じゃあその次行きましょう。エタノール性質を示す粒子と粒子の間の距離はどうなっていくかというわけですが、結局液体の時と気体の時比べたらですね、当然分子間の距離は広くなりますよね。皆さん見たことがあると思うけど、液体の時って結構こうくっついてます。で、気体の時ってこういうふうに離れてますよってことですね。だから大きくなるが正解でした。はい、それから鉄と硫黄発熱反応ですよということでしたね。特に有名な問題として、どこを加熱しますか？ここを加熱するんですね。普通はここを加熱するのに、テスト硫黄の時はここを加熱するんですね。で、ガスバーナーの火を消しても化学反応が続くのはなぜか。発熱反応だから。水から出した熱で反応が続いて起こっていくからということなんですね。発熱反応というのがとても大事です。いいですか？はい。それから、いきますよ。FES はいいですね。Fe プラス S は FES。鉄と硫黄を、鉄と硫黄を化合させたら、硫化鉄になりますよということで。
ですね。これもできたと思います。で、その次ですね。はい。鉄と硫黄を混ぜただけのやつ。まだ加熱する前。加熱する前、鉄と硫黄が混ざってる状態。加熱して真っ黒になった硫化鉄になった状態。これに薄い塩酸を加えると、薄い塩酸を加えると、こっち側は鉄が溶けて水素が発生しますね。硫化鉄の時は硫化水素が発生します。はい、これどんな匂いがするんでしたか？硫化水素。どんな匂いでしたか？フランスでしょ？もう前から熟成した何万回も言いましたこれ。卵が腐ったような匂い。このイラストも書いておいてください。いいですか？これ鉄と硫黄が混ざった状態です。これは硫化鉄、加合した状態ですね。硫化鉄に薄い塩酸を加えると硫化水素が発生します。ですか？硫化水素は卵が腐ったような匂い。簡単に言うとフランス。ね、どんなに忘れっぽい人でも何万回も聞いたらさすがに覚えるわけでしょ多分。ですね。卵を腐ったような匂いがしましたということになります。はい、あと最後ですね、英語にもちょっと行きたいので最後酸化銅の酸化銅なんですけど、銅と酸素の化合する化学式を書いてください。銅に酸素を加えたら酸化銅ができる化学反応式を書いてください。はい、こうなりますね。銅に酸素を加えたら酸化銅。はい、できた人。できましたか？はい、はい、ありがとうございます。ここの2を忘れていきませんね。この2を忘れていきましょう。いいですか？で、銅と酸素は4対1なんですね。銅と酸素は4対1です。ですね。で、最後のとこです。これが4対1対5で反応する。これしっかり書いておいてください。受験生の常識、銅と酸素と酸化銅は4対1対5の関係ですよ。はい、だからです。だから3番の式ですね、3番。銅を 2.4g の銅粉を加熱したんですね。2.4g 加熱したが加熱が不十分だったので加熱後の質量は 2.60 であった。はい、この問題ちょっと最後のところマーカーで塗ってください。番号これ差がつきます。これできたら東通りますよ。過去ラインですよこれ。いいですか？銅が 2.4 ありました。それに酸素がくっついてきました。全体で 2.6 になりました。ちょっと俺の字が小さいんですけど、間違えてないですか、数字。2.6 ですか？いいですか？なりました。ね。ここを乗り越えてくださいね。みんなここで差をつけてくださいよ。理科で稼ごうね。うちは理科はいい人多いからね。ですか？加熱後の質量 2.6、この時、まだ酸素と化合していない、銅の質量はというわけです。はい、じゃあ逆にこれと化合した銅を計算しましょう。化合した銅、こっち 0.2 なんですよね。こっちとりあえず X にしましょう。この 0.2 の根拠は 2.6 から 2.4 を引いたんですね。そしたら 0.2 増えたという。もちろん増えたのは酸素でしょう。酸素がくっついてきたから。ところで銅対酸素は4対1なんですよ。で、
反応した銅を X とすると、こっち側が 0.2 なんです。酸素は 0.2 と起こっているんです。わかりますか？導体酸素が4対1。で、反応した銅、化合した銅を X としましょう。X 対 0.2。はい、X を計算してください。というと、めちゃくちゃ今回簡単やね。X は 0.8 なんですよ。でも問題は、反応せずに残ったっていうことを書いてあります。ね。反応せずに残ったのはいくらですか？もともと 2.4 あったんですよ。銅が。そのうち 0.8 が化合したんですよ。じゃあ反応しなかったのは 1.6 ですよ。これ 1.6 できた人。やろ？今の段階でこうやろ？で、これができるようになったら夏の講座参加して受かった人もいないから。ワンランク上でいく。いいですか？ 4 対1なんですよ。0.2 が酸素なんですよ。じゃあ、銅を仮に X としたら、4対1は X 対 0.2。ということで、X は 0.8。でもそれは反応した銅なんです。ね、反応せずに残った銅はと言われたんで、最初の銅から反応した銅を引いたら、反応しないで残った銅が出るんです。せいぜいこれぐらいです。せいぜいこれぐらいレベルが高いと言ったら。ね、課題テストは、なんで基礎コースで、課題テストを使っているかというと、課題テストで取らせたいのもそうですけど、レベルが基本なんですよ、課題テストは。それなのにあんたって取れてないよ、今まで。おかしいよ、本当は。取れるはずなところをいっぱい落としてるで。それに気がついてもらって力をつけてください、ということでした。今日はですね、英語の話はあまりできないんですけれど、残り10分間で英語の話をちょっとします。で、ですね。はい。英語だったか。やってますね。これで多分私たちと全部、はい。あと、社会も終わってないですね。はい、いいですか。いや、ちょっとね、こちらが最初受ける人が何人ぐらいいるかわからずに。調査用紙が出てなかったんですね。すみません。次にとの準備が遅れてね、あったんですけど。英語はですね、基本の暗記のプリントを中心にして覚えてもらって、それから問題を解いていきましょうということで言ってます。今日初めて参加した人もいると思うんですけど、暗記の英語のプリントはそこありますか？ありますか？下の方にありますか？ない？ないですかね。英語一番ものすごく少なかったんですけど、一番だけ取りできた人どれくらいいますか？はい。取りてきてくださいって言ったんですけど、もう本当ついてきてくださいね。計画が狂いますからね、しなかったら。はい。例えばコーチ監督のね、予定があるわけよ、計画が。こうしたいという。それにはやっぱちょっと選手はついてきてもらわんと試合には負けます。はい。じゃあですね、もうどんどん10分しかないので、一番の問題の一番だけですよ。一番使えちゃうことだけ、2012年、13年、14年、一番だけ出して解いてください。番号の一番だけです。英語の1って書いてあるの、12年、13年、14年。ものすごく短いよ、1番。ものすごく短い。この前そこの話を中心にしましたか。で、ちょっとプリント代表のために用意します。もう一回言いますよ。一番近いじゃ問題だけでいいんですよ。ちょびっとしかないでしょ。それが12年、13年、14年。ありますからね、全部ね。いいですか？
さん、ちょっとですね、すいません。今のアンキロプリントを出してもらっていいですか？アンキロプリント。アンキロプリント。いいです。ですね、2番というところ、この前1番をちょっとやったので、裏表印刷してますかね。ただ、片面だけ。じゃあ、裏表の人と片面だけの人がいると思うんですけど、裏表の人は、裏を開けてください。1枚目の裏。片面だけの人は2枚目を開けてください。2枚目。このところ2番の話をしますので、10番って書いてあるところの下の11番、2010年の2番というところを見てください。ですね。この学校での生活はどうですかというところを見つけました。大丈夫ですか？はい、行きますよ。はい、どうですかというところをマーカーで見てください。どうですか？はい、そういうふうに状況を聞くときの疑問詞は How です。How is your life at this school? ですね。How、どうですかという意味になります。How ですね。はい、で、それについて私に教えてください。Tell 人、物の順番です。Tell 人、物。小さく Tell 人、物って書いてあるところもあったので見てください。で、Tell は動詞です。動詞の後ろは目的書くと教えたんですね。私に教えてください。I, my, me 3番目です。目的書く。主書く、所有書く、目的書く。I, my, me。だから、please tell me になります。tell I とかならないときます。please tell me about them. about は何々について。about は何々について。全部は、今回はそれらです。彼らじゃなくてそれらですね。それらについて私に教えてください。please tell me about them. はい、13番です。私は自分たちの教室を掃除することはいいことだと思います。I think that が省略されてます。I think の後ろに赤ペンで that と付け足してください。I think that 何なんということを考えるね。I think that cleaning their own classroom. own というのは自分たち自身のというんです。自分たち自身のという。ですか？クラスルーム教室。で、クリーニングは、こう、同名詞です。同名詞。掃除すること。ing とことをマーカーで塗ってください。いいですか？クリーニングってあるでしょ？ここの ing と日本語に書いてあることっていうところをマーカーで見てください。動名詞は掃除するというね、掃除するという動詞に ing がついたら掃除することという意味になります。クリーニング、掃除すること。いいですか？大丈夫ですか？ their own classroom, own は自分たち自身のという。自分たち自身の教室を掃除することはいいことだと思います。ですね。はい、じゃあ15番。私は次の授業に行かなければいけません。I have to 判断しなければいけない。Go to my next class. このクラスが教室じゃなくて授業なんです。次の授業に行かなければいけません。はい、何々しなければいけませんというところを真ん中に塗ってください。何々しなければいけません。ですね。have to になります。ですか？はい、ラスト2行きましょう。40分で先生と交代しますからね。先生と交代しますからね。Do students in America move from one room to another to have classes?はい、受けるためにですね、授業を受けるために、from one room to another, from to マーカーで塗ってください。from と to だけです。from one room to another. はい、from A to B というやつがあって、A から B まで、A から B まで、
という意味になります。A から B まで。だから、一つの教室から次の教室までということですね。アメリカの生徒たちは、一つの教室から次の教室まで、授業をするために移動する、しなければいけませんか？移動しますか？で、do で書いたんで、do で答えましょう。student、最後に student マーカーで塗ってください。この student が全員に変わっていることを確認してください。全員に変わっています。ですね。じゃあ、最後に宿題を言って終わります。もうちょっとしか出してませんから。今言いましたように、一番の問題簡単なんで、してない人が多かったんで、一番2012年の一番と、13年の一番と、10年の一番。まず一番を解いて、丸付けしてください。ですね、丸付けしてください。そして、2012年の今、説明したところが12年の2番のところなんです。だから、2番は12年だけでいいです。これだけ解いてきてください。ですか？1番3つ3年分と、2番は12年だけでいいですから。これを参考にしながら解いていいですよ。英語苦手なことはよくわかってますので、これ参考にして解いてもらっていいです。はい、じゃあ先生と交代しますので、初めての人が多いと思いますので、ちょっと先生を紹介します。はい。ですかね。一番最初に皆さんに言いましたけど、国語と社会は大学生の先生に大体毎年お願いしてますのでね。ただ、試験とかは先生たちもあったので、来れるときと来れないときはちょこちょこあると思いますけど、熊本ありさ先生と言います。よろしくお願いします。ね。歴史に残る人でですね、僕が教えた教え子なんですけど、教え子の中で、オール語の人ってあまりいないんです。9科目オール語を取りました。5科目じゃないですよ。全科目オール語だった。安心してついていってください。はい。ね。はい、そうでしたね。じゃあ、よろしくお願いします。交代します。ありがとうございます。聞きました。お願いします。じゃあ改めまして熊本ありさと言います。多分出張校もおると思うんですけど、みんなが多分中1の頃に1回授業をして、私が今大学で就活中で、その授業の授業を1回お休みして、夏休みなのでちょっとお手伝いに来ました。今が私が香川の福岡県立大学っていう大学にいて、そこで保育の勉強してます。で、来年からもう社会人になります。だからみんなに教えられるのは今回が最後と思うので、よろしくお願いします。じゃあまずはじめに国語をちょっと解いてほしいところがあるんですけど、最初に2012年、そこの2番と4番これが古文と漢文になっているので、これを先に解いてください。時間がちょっとあまりないので10分ですね、10分で解けるところまで解いてください。その後解説をします。
り2分ぐらいです。多分10分やったら解ききれないと思うので答えを書いておいたんですけど、私がまた説明するときに答えを見ながら確認してください。じゃあ一回読んでください。じゃあ解説をするので前を見てもらっていいですか。じゃあ最初に2番からいきます。時間がなかったけん全部解けるのは全然大丈夫です。で今回国語なんだけど2番と4番に絞ったのは文章問題じゃなくて知識、読み方とかそういう知識が必要なのでこれの解説をしようと思います。最初に2番なんですけど、これはね、内容を見たら、聖母って書いてあるんですけど、聖母っていうのは、お歳暮のことです。これちょっと豆知識なんだけど、お母さんとかが送ったりしようと思うので、ね、12月上旬から12月20日あたりに、お世話になった人に感謝の気持ちを込めて送るもの。お世話になった人っていうのは、例えば、結婚してたら向こうの両親とか、あとはそうだね、習い事の先生とか、上司の方、他に送るものがお歳暮です。お母さんとかも好きになったら送ってます。そういう、なんか自分が身近にあるものの話なんだなって思ったら分かりやすくなると思います。で、答えも書いてあるので、確認しながら一緒にしていきましょう。最初は問1番。問1番は、これは現代仮名遣いに直してひらがなで書け。これはできたと思います。動きは大きいです。じゃあ聞いていいですか？この問1番できた人。あ、全員できてますね。こういう基本的な問題は大事なので、落とさないようにしてください。で、そうですね、次が問の2番。一行目の亭主を指している言葉を本文中から探しなさい。これ答えが3番なんですけど、なぜかっていうと、3番の俺の前に亭主ってありますね。亭主が機嫌が良くなり、俺はって話し出すので、この鍵括弧の前に人が出たらそれはその人ですね。私が授業した時に前言ったんですけど、カキカッコの中で、多分俺って自分のことですよね。これで、亭主が機嫌を良くして言いましたので、この俺が亭主になります。で、この古文とか漢文を読むときは全部の言葉を訳するんじゃなくて、このポイントポイントを押さえていったら書けるので、こういうところはきちんと取るようにしてください。で、そうですね、問いの3番、これ簡単に言ったらお歳暮を出すんですけど、なんかカレー、魚やね、
カレーの魚を4枚送って、その店主の人が、なんなんみたいな、ちょっと縁起悪くないって言ったのがお話ですね。そういうお話になります。で、この問いの3番は、四角に、P とかのに入る適当な言葉を本文中から探し出して、初めの2文字を書きます。で、これはここに書いてある通り、いくかな。カレー姉妹を持っていたものは、店主が非常に物今。物今っていうのは、この中のところに書いてありますが、物今、縁起の担ぎ物であることを承知していたため、店主の不機嫌な様子にも、ちっとも騒がず。この答えのところはマーカーをしておいてください。物今。物今、マーカーしてください。物今っていうのは、縁起の担ぎのものですね。で、店主の不機嫌な様子にもちっとも騒がず。ちっとも騒がずは2行目の下の方になります。ちっとも騒がず、おしまいよカレー、そのカレーを4枚送ったのはおしまいがいい、1年の締めくくりがいいという意味なので、お祝いの申す心を込めた品。これ3行目の上の方にあります。お祝いの申す心で渡しましたと説明したからです。で、最後の問いの5ですね。3から4行目。しかるいということと思った。という言葉に適合する行為。これは答えにもあるんですけど、叱り散らせば、これ2行目の下の方にあります。叱り散らせばと思ったが答えになります。じゃあ次裏行きます。四角4番で、これ四角4番はまあ和歌ですね。短歌がたくさん書いてあるんですけど、この和歌山牧水さん。和歌山牧水さんは短歌を読んだ人なんですけど、この人は一応宮崎の人です。和歌山牧水さんは宮崎の男の人ですね。宮崎の人。時期的には戦前、1950年の前あたり。戦前で活躍した人です。で、短歌ですね。短歌を読むときにいつも私が注意してほしいことがあるんですけど、最初に五七五七七で区切ってほしいんですよ。五七ちょっと今 ABCD あるんですけど、この五七五七七で自分なりに一回区切ってもらえますか。短歌読むときには区切ってから読むとまとまりが見えるので読みやすくなります。よ、区切ったら顔を上げて待っておいてください。できた人は問いの1番を見ててください。問いの1番、これは字余りになっているところを探す A の単価ですね。この A の単価を見てもらって、さっき区切ってもらったと思うんですけど、区切ってもらったら五七五七七に当てはまらないところが出てきたと思うので、字余り、7文字のはずが8文字になったりとか、5文字のはずが6文字になったりっていうのが字余りです。
回は字余りって言われたんですけど、字足らずを探してもらうときもあると思うので、この差は覚えておいてください。字余りは5文字のはずが6文字になったり、そういうとき字が余るときですね。字足らずは逆に7文字のはずが6に減っちゃうときがあるので、まあ、今回は字余りだったんですけど、この2つは覚えておいてください。で、これ答えが6番第2句と第4句が字があまり多くなっているので、これが答えです。で、これ見てもらったら分かると思うんだけど、 ABCD 全部それぞれ問われているので、これも全部訳ができなくてもいいんですけど、こういう単価を区切ったりとか、なんだろう、抜け出したりとかはいるので、そうやって最初に区切ってまとまりごとに分けたら読みやすくなります。問いの2番ですね。問いの2番 A の単価のことについて書きなさい。で、 A の単価は、まあ、対象あるものについて、まあ、作者が読んでるんですけど、まあ、この何たら書くは五感の中でいずれかを表しています。それに入る適当なものを書きなさいということなので、 A でマーカーを引いてほしいことがあります。 A の比喩ですね。比喩っていうのは目で見ることなので、これ答えが四角になります。2番が対象ですね。対象がしている動作を表すもの、これも動作に丸をつけておいてください。動作なので、何々をしているっていうものを探します。なので答えはもう苗を植えてるんですね。人が苗を植えてるので、答えはもうかがまれて、かがんで苗を植えているというところが答えになります。で、最初の4文字を抜き出します。で、問いの3番に行きます。次は問いの3番は C の単価ですね。 C の単価が与える漢字を説明するときに入る言葉を選んで書きなさい。これは問いの3番の C の単価を読んでどのように感じるかなんですけど、これがまず出てくるものが青竹のヤブ、 C はヤブが出てきて、もう一つウエイスが出てきます。それに対しての、まあ、感じ方を選びなさいなんですけど、最初がまっすぐに立っている竹、例えば京都に行ったことある人おる？京都にすごい竹林の森っていうところがあって、なんだっけ、こういうやつな、あの、誰だっけ、運んでくれる名前忘れたんですけど、なんだっけ、あと人力車、私が前人力車に乗って京都に行ったよね。で、京都の竹林の森っていうところがあって、道の周りに竹がバーってあって、すごい綺麗なところ、それを想像してほしいんですけど、みんな竹を見るときさ、どうやって見る？こう見る、ね、こう見るやん。下から上に見上げる。それが今回の答えです、ね。まっすぐに立ってるすごい竹を下から上に見上げる。が答えです。だからこういうのを見るときは、実際にイメージして、竹があるなってイメージして見上げる。っていう風にするとイメージがつかみやすいです。で、同じように、ウグイス。も出てくるんですけど、ウグイスがどこですか？ヤブの深いところにウグイスがいます。鳴いています。これを、まあ、どういう感じで見るかっていうと、奥の方にあるウグイスなので、手前から奥の方に見るっていう感じになります。
風はやっぱ苦手っていう子おると思うんですけど、そういう時はこの例えば詩を見てちょっと丈があるなとか、ウグイスが奥の方におるなっていうのをイメージして読んだら読みやすくなります。で、最後に問いの4問目、問いの4は B の半端について述べた文章を選びなさい。これはもうなんか解釈がほとんど書いてくれてますね。文章を読むと、B の短歌で書かれている中心は、明け方のわずかな明るさの中で、なんか何かに降りた作者が間近にいた何かの姿である。あと D ですよね、D。この中で、この答えがこの D の中にしかないので、その中で自分が選んだらいけると思います。答えは、庭に降りた作者が間近に見た帰る子の飛ぶ姿になります。私がその高校の時が文系だったので、なんだろう、数学とかが苦手だったので、大丈夫、もう英語とか国語の文章問題で点数を取ってたんですよね。だからこういう、なんだろう、2番とか4番で取れない子はやっぱ苦手だから、ここを取れるようにしたらみんなも点数がアップすると思います。今日さ、12時半までかな。じゃあちょっと時間があと20分しかないので、残りは社会をします。社会は2012年と2013年かな。これを聞いたら、なんか、なんていうのかね、宿題に出されちゃったらしいんですけど、宿題やってきましたか？宿題、1番かな？ 2012 年と2013年の1番が宿題なされたと思うんですけど、両方終わった人、できた人。あ、でも結構多いね。してなくてもまあまあ、今からバーって言うので、ポイントを書いていくので、それを一緒に書いてください。ちょっと消すね。じゃあ2012年からいきましょうか。2012年の1番を出してください。これはまあ世界地理ですね。世界地理社会をみんないつも解き慣れ通って分かると思うんですけど、社会って4つ大門があって、まあ、表が世界のこと、裏側日本のことですね。で、この世界地理がやっぱ苦手な人が、まあ、多いと思うんですよね。国のこととか地名のこととか、やっぱりすごい幅広いのでわからない、まあ、難しいって感じることもあると思うんですけど、まあ、基本いつも聞かれることってあるので、そこを説明していきます。まず2012年の1番なんですけど、こう世界地図が載ってますね。これにまず赤道0度のところに横に線を引いてください。0度、ついでに縦のさ、線も、標準時しません。イギリスのロンドンを通るところですね。ここはよく出ますね。例えば英会話のさ、ショーン先生知ってる人いる？あの人もイギリスのロンドン出身なんですよね。だけど多分この辺で。今度イギリスに帰るときなんか1ヶ月ぐらい、なんか休暇を取って、学生でね、休暇を取ってイギリスに帰って遊んできますっていう。そういう、やっぱり身近な人がおったら思いやすいです。
ギリスのロンドンが、これが標準時すごせんかな。すごいやっぱ問いが多いんですよね。ダイヤモン1だけで6個で、その中に括弧があるけど6、7個あるので、なんか時よって疲れてしまう時があると思うので、ちゃんとどこを問われてるか、この資料を見て答えてくださいっていうのを間違えないようにしてください。最初が問いの1番ですね。南アメリカ州に含まれる国を選び、その国名を答えなさい。黒くなってるところが4つあると思うんですけど、南アメリカ州にある国、これ分かりますか？分かる？何でしょう？問い1。そうです。アルゼンチンです。みんなこれ答えをまだもらってないですか？もらった？ある。そうか。じゃ答え合わせは自分でしていてください。答えあると思うので。で、そう、今日もやっぱり伝えたいことがたくさんあるので、要件をたくさん伝えていこうと思います。あと、問いの3番いきます。問いの3番。次の4つのカードは、世界の5つの気候帯のうち、4つの特色をまとめたものである。略地図の P。P で示した地域の含まれる気候帯のカードを選びなさい。で、この P なんですけど、みんなあの赤道を描いてもらったと思うんですけど、この P が赤道の上にかかってますか？この、ここが確か、どこだったっけ？バリ島がある、インドネシア。なんです。あ、大丈夫？きつかったら言ってね。どこまでいったかな。そう、問いの3番ですね。問いの3番のこれがインドネシアなんですけど、ここは赤道を通ります。だから赤道を通った時に書いてない人がいたら、この P を通るように赤道を書いてください。書き直してください。この赤道を通るところってすごく暑いんですよね。だから今、一年中高温で密林が広がっている。この部分をマーカーしておいてください。答えはうになります。このうは熱帯っていうんですね。自然中高温で密林が広がっているが熱帯です。次は問いの4番いきます。問いの4番、右の文は健太さんが外国に住む友人から受け取った手紙である。次のうちこの友人が住んでいる都市を選んで記号で答えなさい。これちょっと、そうですね、右の手紙を読んでください。健太さんへの手紙です。
この手紙を読んで、ん？って思うところがあると思うんですけど、まず、冬休みに来てください。ってなってますね。でもその時には夏の服を用意してください。あれって思いますね。これ季節が逆転してます。ってことは季節が逆転しているところの国を選んだり。なのでこの中で季節が逆転してる、あと日本と時差が3時間ある、この3つがポイントになります。冬休みに来てください、夏の服、あとは時差が3時間。この3つの条件を全部満たすのは B のオーストラリアだけですね。オーストラリアのクリスマスはサンタさんが夏の服を着て着てるそうです。半袖でクリスマスを着てるそうです。じゃあちょっとそうですね、2012年最後は問いの5です。問いの5、次の第1位から第5位これは地図の中に載っています。その国はある鉱産資源の産出量が上位5位、それの国を示しており、それについて述べています。で、これが条件があります。日本が鉱産資源を最も多く輸入しているのは、産出量第2位の国。第2位の国は、さっき言ったオーストラリアです。オーストラリアが日本から、輸入しているもの。これは鉄鉱石になります。ここはすごく大事ですね。オーストラリア、鉄鉱石。日本はオーストラリアから鉄鉱石を輸入しています。これがよく聞かれるので、オーストラリア、鉄鉱石、輸入。これは覚えておいてください。じゃあ、次2013年の方を出してください。はい、2013年、これも世界地理ですね。まず問いの1番に載ってるんですけど、略地図中赤から絵で示した4カ国のうち内陸国である国を選びなさい。内陸国っていうのは、周りに海がない国のことです。じゃあ、逆の国は何て言いますか？内陸国と逆は？そう、外洋国。じゃあ、ちょっと内陸国と外洋国を3つ書いてみてください。内陸国が難しいけん、内陸国は3個書けんでも、大丈夫やけど、3個自分が思いつく限り書いてみてください。海洋国、
けたらちょっと端っこから寄ってもらおうかな。ちょっと内陸とかからお願いします。そう、モンゴル次から難しい点答えれるのも答えれたらすごいです。次もう一回ウルグアイ。そう、あ、買い取った。ウルグアイ、私の中にウルグアイ正解かな。ウルグアイ。じゃあもう一個助かるかな。あ、難しいよね。もう一個はここはスイスとかラオスとかがあります。でもこの中でよく出るのはモンゴルですね。ウルグアイすごいね。ウルグアイ出たのはすごいです。で今回の答えもモンゴルが答えになります。モンゴル。だからもう内陸国ってやからモンゴルって基本覚えてください。じゃあ次海洋国いけるかな。隣の海洋国。お、正解です。じゃあ次どうしよう。ロシア。ロシア。あの、あのね、そう、正解。ヨーロッパの方に一個あるよね。フから始まる。フィアレフィ。なんです。そう、フィ、そう、お、そう、フィリピン。他にはマダガスカル。マダガスカルとか、あとキューバとかがあります。海洋国は結構多いです。日本はやっぱり海洋国だけ。で、この辺が結構出ます。じゃあ次、問いの3番いきます。問いの3番。口ずつ1、2の範囲について正しく述べた文を答えなさい。これは正しく書いてあるものを答えます。こういうのをするときは私は消去法でしてますね。どうしてもわからないときは絶対に違うものを消していく。そしたら多分2択とかになるのでそこから選びます。で違う、今回答えがあなんやけど、あは地球上で日本のほぼ反対側に位置する国が見られる。日本のほぼ反対側がマーカー引いておいてください。日本のほぼ反対側にある国はブラジルですね。そう、これ答えはアなんですけど、反対の国は何かなっていうのを考えてみてください。で、イ。熱帯に属する地域は見られない。熱帯はさっきみんなに線引いてもらったと思うんですけど、赤道を引いたあたりは熱帯になります。この地図の中で赤道はあるので、これは×ですね。残りのウと円も×なんですけど、世界で最も面積の多い国、これロシアです。ロシアは世界で最も面積が多いです。あと、絵は、本初子午線が通過する国。これもさっき書いてもらったね。本初子午線が通過する国は、イギリスのロンドンです。あとは、問いの6番、いきましょう。問いの6番。問いの6番、資料2。グラフですね。グラフかな。資料2は、逆時率 A から D で示した国の人口とエネルギー量を書いてある。それに関して間違っているもの、
この間違ってるものにマーカーを引いておいてください。答えが分かっちゃっても、この正しいものとか間違ってるもので間違える時がたまにあるので、こういうところはしっかり押さえておいてください。今回間違ってるもの。これは絵ですね。今回間違ってるのは絵になります。逆に他は正しいので、それを見ていきましょう。4カ国中。ちなみにこれは ABC であるね。それぞれの国は埋めておいてください。これまた A がアメリカで、B がブラジル。C がインド、D が中国です。で、これを見ていくと、最初の青を見ると、4カ国中、人口が最も多い国。これは中国ですね。人口が最も多い国では、一人っ子政策が進められています。これ丸ですね。次の E。4カ国中、エネルギー消費量が最も多い国には、サンベルトと呼ばれる工業が発達した地域があります。サンベルトですね。サンベルト。これが北緯何度以南でしたか？北緯何度以南をサンベルトと言います。じゃあ北緯、さっき国を答えてなかった北緯何度ですか？アメリカでありますね、サンベルト。北緯何度以南。北緯何度より下。ちなみにアメリカだったら、この辺を。サンベルトって言うんですよ。何度か。これちょっとアメリカやけどね。ちょっとアメリカのこの A って書いてあるところ。この辺 A ですね。A のこの辺をサンベルトっていうところ。これは北緯37度。37度以内ですね。こういうと何度とかは結構出るので覚えておいてください。最後に A、問いの6番の A に行きますね。これは間違ってるんですけど、4カ国中1人当たりのエネルギー消費量が最も少ない国はブラジルである。これが間違ってます。人口が少ないと一人当たりの消費量が多くなるので、ブラジルは多くです。結構社会って計算問題が出るんですよね。グラフを見て計算してくださいっていうのが出るので、やっぱ社会なんですけど、やっぱ算数数学とかの要素が出てくるので、こういう計算問題は確実に取れるようにしてください。さあ、ちょっと過ぎてしまったけど、これで午前中の授業は終わります。じゃあ、ね、ありがとうございます。あ、押しっぱなしにしてましたね。